はい、それではですね、ベルチンビーバーブルワリーの、ちょっとビールをねテイスティングしていきたいなと思います。まずはっていうか今日はこの4つのね、テイスティングのビールを、試してみました。一番左これですね、これは、ミーソーハニーという名前で、何かというとハニーブロンドエールになってます。で2番目これが、ベルチンビーバーブルワリーですごい有名な、ビールの、ピーナッツバターミルクスタウト、ピーナッツバターのねミルクスタウト、ミルクスタウトにピーナッツバターを入れちゃったっていうね、まあ、加えちゃったっていう感じで、なんかね面白い試みで、アメリカ人ピーナッツバター好きな人が多いので、まあ多分こういうスタウトが生まれたのかなと思ってます。これがねピーナッツバターミルクスタウトがすごい有名なんで、ぜひね試してみてくださいと、まあ店員さんにもこれを勧められましたと、楽しみですね。次ですね、こいつです。こいつは、ピーナッツバターラテですね。ピーナッツバターミルクの次はもうラテですよ。もうねスタバに来てる感じですよね。なんかもうビールの名前からして、まあ、スタバじゃないんですけどね、なんか面白い組み合わせですね。でなんかこれはなんかピーナッツバターラテでなんかゴールデンスタウトっていう名前なんかタイプ種類らしいですね。面白そうです。で最後一番右手のこれはオレンジバニラ、これはオレンジバニラでクリームサイコー IPA、 多分ちょっとクリーミーな感じのビールで、しかも IPA、 クリームなのに IPA のちょっと苦さがあるんで、で味はオレンジバニラみたいな感じになってると思います。ではですね、ちょっと飲んでいきたいなと1個ずつ思います。まずはミーソーハニーから、これですね。色はちょっと見えますけど、まあなんかね綺麗な、なんだろう、ブロンドエールだっけ、ブロンドエールですね。ちょっと色は濃い、黄色が濃いブロンドエールになってると思います。いただきます。香りがねまずやっぱハニーっていう名前がついてるぐらいですからね、蜂蜜の匂いが若干します。いただきます。まあちょっとモルティで、味としてはそんな濃くない感じなんですけど、まあ、飲みやすいモルティな感じの、ハニーの香りがしてビールって感じですかね。こうすっきり飲みやすいブロンドエールになってると思います。次ですね、じゃじゃん、これがね噂のピーナッツバターミルクスタウトですよ。まあ黒いですね、スタウトですから、これがね有名らしいんでいただきたいなと思います。香りがねピーナッツバターの香りがします。いただきます。なんだろうな、いい感じにね黒ビールのちょっと苦さとピーナッツバターのすごい甘い感じがこう混ざって、そしてなんかミルクのちょっとクリーミーな感じが、全て混ざってるって感じですかね。なんか飲みやすいです。全部ちょうどねうまいことバランスがよく交わってて、美味しくまとまってるスタウトになってます。これうまいですね。次ババン、これは、ピーナッツバターラテですね。ラテの色じゃないですよねこれね、まあ、普通のブロンドエールみたいですけど、いただきます。どんな感じか、でも、まあ、匂いはやっぱりピーナッツバターの香りがしますね。まだでもねピーナッツバタースタウトよりか匂いがピーナッツバターの匂いが、ちょっと弱めですか、ね、まあいいや、いただきます。おー
なんかピーナッツバターのさっきのねピーナッツバターしたってピーナッツバターの味がするんですけど、こうやっぱりなんだろうな、スタウトじゃないから苦味があんまりなくて、こうスッとピーナッツバターのこう味が味わえるっていう感じですかね。でもこのスタウトなんですね、ゴールデンスタウト、不思議な味ですね。こう薄いあっさりめって感じですね。スタウトの苦さはない、なんかピーナッツバターラテ甘ビールみたいになってます。まあまあ面白い感じですね。で最後オレンジバニラ、クルミゾン、これ IPA なんですね。面白そうですね。色もちょっとね白ビールっぽくて一番薄いかなと思うんですね、この色の中で。オレンジバニラ、まあまあいただきたいなと思います。香り、うん、ショックトップみたいなオレンジの香りがまずしますね。ストラス、香りはあんまりしない感じです。まあいただきます。おお、IPA の最初のなんかシャープな苦さが来ますね。でも若干バニラとオレンジのフレーバーがするっていう感じですね。基本なんか IPA の強さが勝ってるイメージですね。なので最後にちょこっとオレンジとバニラが来て、まあ、なんか IPA にこうちょっとフレーバーをオレンジとバニラとか好きな人とかはいいかもしれないですね。なんかねうまいですね全部ね。でですね、自分が、いいなと思った、ビールは今日はですね、多分このピーナッツバターミルクスタウトとやっぱり、それと、ピーナッツバターラテですかね。うん、ピーナッツバターの感じが、なんかねうまいことビールに、交わってて美味しいと思います。ぜひねあの黒ビールの方と、ゴールデンスタウトの方飲んでみていただけるといいかなと思います。あともう一個ね、なんかもう一個スタウトがあったんですけど、確かメキシカンスパイスチョコレートラテみたいな、それもなんかピーナッツバターだったかな、なんかねそれちょっと甘い系のやつがねここ有名なんで、ぜひ、試してみてもいいかなと思います。ありがとうございます。ぜひぜひピーナッツバタースタウト、試してください。うまいです。